なんだ？ああ、全力で行こうぜ。行くぜおめえら、突撃！しゃあやってやろうぜ。さあ、うわあ、ナイスな一撃だ。さあここからどうする。いい試合だったぜ。またな。トミーは結構ゲームとかやってたのか。ああ、ガキの頃はジェネシス。ジェネシスって、いやいや、ビデオゲームだよ。メガドライブってアメリカじゃメガドライブも横文字なのに。俺に言われても知らんけど。よっしゃ、また距離が縮まったな。ん、アナコンダってゲームコーナーもどんなゲームがあるんだろう。これだな。うまく取れたぜ。アロハ。Thank you very much. Don't run off too far. It's not safe down there.
行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。おお、これはどうすっか。わかった。よろしくな。ここのコーヒー屋、シャレた感じでちょっと気になってんだよ。トミー、コーヒー好き？まあな、馴染みの店じゃ自分。へえ、こだ。そうだな。俺なんかラーメンの仲良し。開けてみるか。やったぜ。Welcome. Thank you.いつでもやれるぜ。そうだな。わかりました。待って、一番。ん？頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京、カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番。奇妙な絵にしも。あ、お会いできて光栄だ、キリュウ。嘘が、ありがとうよ。嘘が下手ってのは、俺も同意です。これでも上達した方なのかな。あんたが早々死ぬわけがねえとは思っ、こんなとこでお会いするとは思わない。キリュウ・カズマの首、ヤクザにとってこれ以上。令和の時代に戦国武将も、それ誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れ、楽しませてくれよ、桐生一馬。頭かち割るところはかかってきやがれ。堂島の竜と一戦やれるとは、願ったり叶ったりだぜ。行くぜ行くぜ。いつでもどう。もらった。ぶちかます。泣いてきてやるよ。やめよ。受けてみな。行くぜ。行くぜ。
よし。俺の番か。楽しませる。終わらせる。ガンガン行くぜ。何？来ない。ガツンと行くぜ。超か。よし。調子がいいぜ。さっさと来い。行くぜ。や。甘い野郎、キリュウさんしか目に入ってないみたいですね。物好きなやつだ。はあ、一息つきましょう。ちょっと休憩。ありがとよ。行くぜ行くぜ。もらった。ぶちかま。よし、セリー。まだだ。もっと俺を楽しませてくれよ。おいおい、そんなもんか。期待外れだぜ、キリュウカズマ。やんのべ。ほらよ。すまねえ。ガンガン行くぜ。らしくね、気乗りしねえ。加減しねえぞ。私の出番ね。もう終わりか。覚悟。さあ踊りましょう。行くぜ行くぜ。潰してやる。うわっ、相手してやる。ぶちかまっ。受けてみな。ご苦労。参ったぜ、体が重い。うん、任せといて。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。これが俺の新。さすがはデンスト。いい、やり合って。逆に確信が揺らいじまった。お前、これがあの道島の竜。あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か。誤解が解けたよ。嘘が減った。山井さんよ。ああ、誰だそいつ。興味のねえこと。俺が今興味あんのは桐生一馬。あんとはいえ、今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。見逃してくれたってこと。みたいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たち。いや、こりゃもう場所を変えた方。どこかホテル探す。いや、多分今頃バラ狭いハワイだ。少なくともでも大道ジッパのセーフハウスがある。いざって。いいんですか。いいさ。あいつ本当にとっておきの場所なら
俺にすいません、キリュウさんにおんいずれ返し、セーフハウスってここなの、キリュウさん。ああ、この辺だけ開発されずに残っちまったようなアパートですかね。わかりました。そちらが春日一番さんですね。どうかな、銃を向けてくる相手には素直に話せねえな。まあいいでしょう。どうせハワイでの我々は人でもなくほとんど無力です。春日さんの協力なしには仕事でき、変に期待された。えっ、これだけなんすか、たったの4人。今回の任務、彼らはハワイに常駐してますが、俺の上司で花輪だ、偽名だけど当然の備え。こいつらは任務を全うするのに欠かせない奴らだ。現に茜さんの情報に一番近づいているのは俺たちなんだろ。春日一番だ。それと富澤さんと千歳さんですね。あ、どうも。この場所はあなた方に提供しましょう。ただし現彼女を見つけて安全に保護することは私たちの共通の目的。この場を使わせてもらうんだ、そちらさんの言うことは聞かねえとな。春日さん、動画楽しく拝見しましたよ。ありがとうよ。ただ押村区はハワイ中の目的の茜さんにはこれっぽっち、あなたを追う敵だけをいたずらに増やす。春日、種どういうことですか。お前、動画を撮るかどうか考えた時、あれで何か別の狙いがあることは察しがついた。それに頑丈や病がちょっかいかけてくるのも見越してた。え、そうだったっけか。さすが桐生さん、やっぱかな。あの動画にはもちろん茜さんから俺たちを見つけてもらう目的も、それができればもちろんベストだ。でもそれとは別に、もうあの動画を見て俺たちを狙い始めるやつをあぶり出すことだ。どういうことだよ。春日一番ってやつがハワイに来て生き別れの母親をさ、この情報に食いついて俺らにちょっかいかけてくるやつがいたら、そいつは結構な確かに今ハワイのマフィアが躍起になって探してる茜さんなあ。さらに俺っつー、まあその2つが揃わねえと俺を付け狙う理由。結果どうなったかというと、バラクーダはトミーの脅しがき、病もあの動画を見てやってきた。茜さんのことなんて一切話題に出なかった。確かにな、あれが芝居とは。そして唯一茜さんを探す頑丈の連中だ、間違いねえ。あいつらは茜さん、あ、そうだよ、頑丈の奴ら一番が茜さんの、この女を探してる。確かに言ってたかも。ねえ、花輪さんよ。確かでも次の一手の手がかりがつかめたのは、なるほど。結果としてですが、これ以上の勝手な行動は、なんだよそんな狙いがある。外したら恥ずかしいからよ。あ、ずるい。そうっすね。もう一つ、何にしても頑丈から聞き出せば連中の情報源が。だってことは頑丈のや、はあ、あの幹部ネハンギシってホテルのオーナーでハワイの有名ネハンギ、ええ、
そこのオーナーがアングラサイトじゃよく聞く噂話ですね。ちょっと待ってください。これですね、ウォントウ。ウォントウは世界各国の超富裕層がハワイに資産隠しをするときに重宝されているようだ。そして彼がネウォントウが頑丈の幹部級以上、じゃあそのネハンギシってとこに乗り込むって無謀ですね。今言った通りネハン、当然厳重な警備が敷かれていますし、第五地区に乗り込むのとはわけが違うってことか。だがこうしている間にも花輪さんよ、なんか手はうまくいくかどうあるんじゃねえか。言わないでいたのはそれくらい実用性の低い話だった。ですが上級ネハン技師、そしてウォントーはそこで接客をしている。客としてカジノに、ゴールは分かったけどどうやって。ネハン技師のカジノの他にも頑丈はホノルル市、そこで金払いのいい乗客であることをアピールできれば向こうも一軍。確かにハードルは高えな。それでその2、それが分からん。何、現地系カジノを開いているはずね。どういうことだそりゃ。 まずはそのどこにあるか分からねえ幻のカジノを探そう。ま、そういうことだよね。だな。エイちゃん、おめえはどうする。私はここ、その方が春日さんたちにも役に立てると思います。ええ、構いません。わかった。ねえ、なんだ。咲いてて綺麗だね。ちいちゃんは花だったら。うん、なんだろうな。バラかな。前に育てたことあるんだけど、すごく難しかったの。おみでも根気強い。私もいつかこんな。ちいちゃん。うん。でも綺麗で、少しバラを見る目が変わった。何のお礼なのかは。よっしゃー。エナジードリンクの新しいフレーバーが出て、こっちのエナジードリンクは日本。ああそうかもな。眠気も一気に、ただずっと飲んでるとだんだん体が慣れる。眠い時に同じフレーバーをいつも飲んでたら、それを飲むと逆に眠く。ってなるという現象が起こるんだよ。だから喜んでんのはいいんだけど。仲良し。
are you looking at? Yeah. What are you looking at? 張り切っていこう。これだな。うまく取れたぜ。What are you looking at? You'll regret this. 後悔するなよ。全力で溜まって。帽子のデザインも違うし、こっちでも結構人気あるんだ。へえ、そう。まあな、タクシーやってる時は。なるほどな、そういうところで。 Get out of my car! さっさと始めようぜ。全力でかまって。この調子でさっきの続きだけど、こっちでも結構人気。へえ、まあな、ただまだこそ。お、海外版だとロゴデザインが。へえ、漫画とか好きなんだな。うん、最近は絶版になった本もスマホやタブレットで何冊でも好きな時によ。じいさんみたいなこと言うな。そうだな、スマホ。ほん、うん、ちえ、いいで。俺もこれ。どうし、よっしゃそう。そう。おい、
おーい。え？気分が乗ってきたぜ。おい、